はい。腕の回転エネルギーを使ったダブルストロークのやり方を紹介します。まず、ステップ1、肘を軸にして、肘から先、前腕部分をくるくるくると、回す動きをします。で、この回転を維持したまま、人差し指と薬指が交互に打面に当たるようにします。人差し薬、人差し薬と。はい。これができましたら、この動きをもっと大きくするために、ステップ2は肩を軸にして、腕を回転させます。こう元気にウォーキングする。肩の動きで人差し薬、人差し薬と。はい、これができましたら最後ステップ3はあとは指を揃えるだけです。指の面全体がダメに当たるようにして、このように叩くと。これがダウン、アップ、ダウン、アップ、ドストロークになりますので、これを両方の手で練習して、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン。やればダブルストロークができます。